はい、皆さんこんにちは。.com.com です。マグネット2千本ノックパート32ですね。はい、じゃあステージ222からになります。かなりめんどくさそうだな、これも。あ、ちょっと待って、危ね、危ね。うわ、ちょっと待って、今お化け入ってたわ。押しての、引いての、押してのでクリア。223、うわ、ちょっと待った。これは普通にこう行きたい。あれ、今の判定ダメか。よくわかんない判定もありますけどね。はい、これでクリアですね。はい。224。これはオリジナルモードにあってもいいステージですね。ちょこちょこ引きつつ、オッケー。225。これは別に苦労はしないな。オッケー。226。一筋縄ではいかないな、これは。おっと、でこうやっといて、こうしといて、こっちまで引けば OK ですね。227。引っ掛けようか。その方がいいか。でも後半もあるんだよな。ちょっと待って、通れね。ちょっと男爵自重、男爵自重するってね、この野郎。あぶねえ。ここだけ爆弾がいいとこ行ってくれないな。OK。じゃあこの状態でまず土管だけ片します。頑張れ。マグサギ頑張。かなり重労働だな、これは。自然にくっついてくれるから楽ですよね。ちょっとこっちの方がいいかんてか、男爵てめえら本当邪魔なんだけど。わあ、危ねえ。今ので失敗したらもう元も子もないっていうね。こっちから回していくか。で、お、男爵いったら引っかかった。しかもまたなんかいいところ引っかかってくれたな。で、ちょっと待って、男爵の動きがかなり危ない。危ねえ。あれ、はみ出ちゃった爆弾。わあ、おお、ただ危ね、危ね、危ね、あっぶね。こんやろ、こんやろ、男爵てめえなんでことしやがる。まあ普通に行けばいいかな。あー、疲れた。228。
か似たような数字あったよね、これ。ちょっと待って、危ねえな。まだアナゴも可愛い方だな。男爵とかの動きありえないもん。うわ、すべすべ、危ないね。さあ、まあ、あとは普通にやるだけでしょう。ちょっと待って、アナゴの動きもある意味予測つかないからね。でも大丈夫でしたね。229、まずまとめます。まあ、ボコボコの床がある場合は基本的にまとめやすいんで、で、こっち通るんだよね。これもオリジナルも、オリジナルっていうかメインモードにあってもいいんじゃないかなってステージですね。あれ？あ、これは楽でよかった。230。なんだろう。うわ、ちょっと待って、危ね、あー、危な、危ね、危ね、ヒヤッとしたわ。まずここまで引けばあとはいいか。231。鉄コウモリさえ気をつければ何の変哲もないステージだと思います。わっと、おっと、おっと、おいし、おっとっと、たぶんね。わあ、ちょっと待って、待ってこの野郎、てめえこっち来い。あれ、いや冷蔵庫は行かなくていいんだけどさ。3台4台、 OK。 232。うわー、なんかまたこれめんどくさそうなステージだね。引く、難しくはないな、きっと。普通に引いていくだけでいいかもしれない。はい、じゃあ、あとはこのまま放置ですね。時間がだいたい8分かな。233。え、これも別に普通にやれば、あ、そっか、コンピューターだけか。注意するのは、あれ、とりあえずまとめちゃおう。その方が話は早いはず。でもベルトコンベアが厄介だな。結局1個だけ残ったしね。いや、引けばいいでしょう。 OK。 234、阪神タイガースファンかね、これは。235。おお、ちょっと待って、これも面白いステージですけど、まあなんてことはないです。236。めんどくさそう。大丈夫かな、時間入るかな。とりあえずこれは順調に引、普通に動きながら弾くっていうのはちょっと避けた方が無難ですね。もう危ない。でも三つキー押すと効果がしないから、
で引いて、うん、多分今回ここで切ることになりそうですね。はい、じゃあ、ここで切りましょう。マグネット2専門ノックパート32は以上になります。うん、まあいいや、ちょっと時間かかりそうなんでやめましょう。はい、236まで行きましたね。ってことで386です。全部でクリアしたのはもうすぐ400ですね。400ってことはもう 40% ってことですけれども、当たり前ですけどね。はい、じゃあ、そんなわけで以上になります。ご視聴ありがとうございました。